7月、8月の IT ニュース紹介、生成 AI 系のニュースがやっぱりこう多く飛び交ってるので、流れが早くって、GPT3.5 が出た時にもだいぶ大騒ぎというか。そうですよね。運用してきた時に欲しかった。こんにちは、デバイオラジオ部のしゅんです。はい、今日なんですけれども、はい、最近のその7月、8月の IT ニュース紹介っていうテーマでやらせていただければと思うんですけれども、はい、これ収録ほんと久しぶりですよね。だいぶそうっすね。そうですよね。ずっとオデッセイっていうクラスメソッドのイベントをやっていたので、うん、その間は撮影ができなかったので、僕らも1ヶ月ぶり以上っていう感じでちょっと緊張してるんですけれども、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。で、今日ご紹介するニュースの、紹介からまず先にさせていただければと思うんですけれども、今日ピックアップしてきたニュースは全部で、6つですね。1つ目が Google の、Chromecast が生産終了。次が Cloud3.5 ソネットが東京リージョンのベッドロックで利用可能に。次が AWS エンドユーザーメッセージングサービスがリリース。その次が、ChatGPT4o Mini がリリースされました。で、その次が Amazon ECS でトラブルシューティングが簡単に行えるよう停止したタスクのエラーメッセージを強化。で、最後のニュースが Google、OpenAI の ChatGPT の高度な音声モード対抗、ね、Gemini Live がリリースされましたっていう、全部で6つのニュースになりますね。はい、最近はやっぱりあれですよね、生成 AI 系のニュースがやっぱりこう多く飛び交ってるので、そっちにこう結構話題が寄ってくるなっていう印象がありますよね。確かに、まあ、どんどん出て新しいの出てきますからね。そうですよね。じゃあちょっと最初の1個目から、皆さんと一緒に見ていければと思うんですけれども、はい、最初の1個目がですね、 Google の Chromecast が生産終了っていうことで、これは結構皆さんご家庭でお世話になってるって方も多いんじゃないですかね。私も実際普段使わさせてもらって大変お世話になったんですけれども、こちらがいよいよ終了してしまうのかっていうところですね。で、ただ、販売が終了して次に置き換わる製品が出てきますよっていうところで、 Google TV ストリーマーに置き換わりますっていうようなニュースになります。で、こちらのその Google TV ストリーマーの方なんですけれども、動画のそのストリーミングサービスっていうのをいろいろ視聴できるっていうのはもちろんなんですけれども、その他の性能であったりですとか機能が、強化されたっていうようなことでした。まあ、そもそも物体としてもその CPU だったりとかメモリーだったりとかっていうところは強化されてるので、性能としてもこうグッと良くなりますよっていうようなところですね。で、またですね、こちらはちょっと AI にまた絡んでくるんですけれども、Google の AI のサービスの Gemini っていうのがあるんですけれども、それによって、作品の概要であったりですとか、レビューであったりですとか、そういったその詳細情報の確認とかっていうのが行えるようになりますということでした。で、発売自体は9月の末が、2024年の9月末が予定されているとのことです。ただ一方ですね、Chromecast については販売が終了してしまうっていうことなんですけれども、すでに Chromecast を持ってる方に対してのサポート打ち切るということはなくてですね、今後も最新のソフトウェアのアップデートであったりですとか、セキュリティアップデートは継続されるとのことでした。はい、ということなんですけど、こちらいかがですかね。大滝さん見て何かコメントとかありますか。あれですね、クロームキャストってテレビに、そうで YouTube とかいうやつですよね。ですです。なるほどですね。まあ、ジェミニの、はい、詳細情報っていうのがどんなもんかってところは、ね、これの気にはなるんですけど、まあでもやっぱりあれですよね、こういうその家庭で使うような、まあ、IoT みたいな機材にもこう AI がとうとうこう乗り込んできたのかっていうところが結構、はい、ああそうですね。だからこの中でそのジェミニ自体の機能を完結するのか、それともクラウアレクサみたいにクラウドに使うのか、はい、中身的なところどういう作りなのかってところは気になる、ね、そうですね。ちょっとはい、僕もぜひ、発売されたら買ってみて、ちょうどですね、クロームキャスト僕も買い替え時だなっていう、はい、状態だったので、次のクロームキャストくんの代わりとして、Google TV ストリーマーぜひ検討してみようかなというふうに思っております。はい、はい、では続いてのニュースのご紹介ですね。クローズ 3.5 ソネットが AWS 東京リージョンのベッドロックで利用可能にというニュースでした。はいはいはい、こちらはまあ、AWS のそのサミットの方で7月リリースっていうのは予告されていた中で、いよいよ来ましたっていうようなものになりますね。クロードと言われるものについてなんですけれども、こちらはアンソロピックっていう会社がありまして、で、そこが AI を、提供しているような会社にはなるんですけれども、まあ、そこが提供している生成 AI のモデルですね。が、東京リージョンの AWS のベッドロックっていうサービスがあって、そこで利用できるようになりましたっていうようなニュースになります。で、ベッドロック自体はですね、こちらは AWS がこう提供する生成 AI のサービスなので、まあ、OpenAI でいうところの ChatGPT みたいな、サービスになります。そうですね、
ここのその東京で使えるようになりましたっていうところで、今まではその国外での利用になりましたので、まあ、若干そのレスポンスが気になるであったりですとか、まあ、あとはそのデータそのものが東京にあることが嬉しいとかっていうような、そういったニーズに応えるようなアップデートとなっております。はい、おたきさん、こちらのニュースいかがでしょうか。何かコメントとかありますか。あ、そうですね、あのベッドロックはあれですよね、まあ、チャット GPT みたいなのってありますけれども、はい、どっちかっていうとあの AWS の他のサービスと組み合わせて AI のアプリケーションを作り込むためのサービスっていうみたいです、ね、あ、そうです、そうです、合ってます合ってます。まああの一般の方向けにお話しするとそういうふうな概要っていうところですね、うん、はい、あのもうちょっと深掘りしていくといろんな機能がありますっていうのはおっしゃる通りです。なるほど、なるほどです。やっぱりその辺はじゃあどの AWS と組み合わせとか、はい、その辺の、まあ、何と組み合わせてどういうものができるのかとかところが結構気になるところです。あ、そうですね、そうですね。はい、ありがとうございます。ぜひですね、あの、結構簡単にあの、ベッドロック自体は、あの、利用できますので、皆様、あの、AWS のアカウントをお持ちですよという方はですね、ぜひ、あの、試してみていただければというふうに思っております。続いてのニュースになります。こちらはですね、AWS エンドユーザーメッセージングっていうサービスが、リリースされましたっていうものですね。まあ、こちらはですね、あの、今まではそのスマホのプッシュ通知などで利用されてきたですね、あの、Amazon ピンポイントっていうサービスがあったんですね。はい、でこの中で SMS の送信だったりとか管理、あとはプッシュ通知の送信とか、管理機能っていったものがですね、あの別サービスとして切り出されて、でそれについた名前が AWS エンドユーザーメッセージングサービスになります。こちらはですね、ぜひあの弊社のデベロッパー IO の方に書かれたブログがありますので、こちらの概要欄の方にリンクを貼っておきますので、皆さんも見ていただければというふうに思うんですけれども、このブログを見るとですね、操作感的には多分 Amazon ピンポイント時代からそんなには変わってなさそう。なんだったらですね、これリリースされましたってあるんですけれども、もしかしたら気がついていないユーザーもいるんじゃないかくらいの変わらなさっていう感じですね。まあ、なので、まあ、これがリリースされたからといって、特別こう、今まで利用されていた皆さんは特に何も気にすることなくっていうところが、いいところかなというふうに思いました。で、またですね、この、リリース自体によって、Amazon ピンポイントがこう使えなくなるといったことはありませんので、その辺もですね、こう急に何か変わるっていうところじゃないっていうのもご安心いただければというポイントになります。はい、というニュースなんですけども、こちら大滝さん何かコメントあったりとかしますか？そうですね。僕、もともと Amazon ピンポイント詳しくはなかったんですけど、どっちかっていうと Amazon ピンポイントが、ターゲットと絞って特定の顧客にメッセージを向けるって感じだったので、うんうん、まあ、それはもうちょっと汎用的なものが今回のエンドユーザーメッセージなのかなって理解しました。あ、そうですね、まあ、もうちょっとその機能を絞ってというか、はい、あのいろいろ Amazon ピンポイントが抱えすぎていたっていうところがあったと思うので、その辺がこうもうちょっと別のサービスに切り出されたっていうようなところのニュースかなっていうふうに思います。ではですね、続いてのニュースなんですけれども、GPT-4o mini が、リリースされましたというようなニュースになります。こちらはですね、mini っていう名前がついている通り、 GPT-4o の、軽量版ですね。で、こちらの GPT-4o については、このニュースの前から、リリースされていた OpenAI 社の最新のモデルになっています。こちらはですね、 API 経由での画像入力に対応しているので、そういったような、まあ、テキストと画像みたいな複数 の、 その、データの要素をこう同時に扱えるようなものをマルチモーダルって言ったりするんですけれども、そちらも API 経由で対応してるってことですので、マルチモーダルが一部こう実装されてると言っても過言ではないサービスになっております。でこれに伴ってですね、以降、前の世代の、GPT の 3.5 の提供は終了しましたとのことでした。こちらは大滝さん、どうですかね、コメントとか何かあったりとかしますか。いや、やっぱ流れが早くって、はいはいはい、はい、GPT 3.5 が出た時にもだいぶ大騒ぎという、そうですよ、はい、注目されたところだったのが、もう提供終了っていうところの世代交代の速さが、まあ、クラウドよりももっと早いっていう感じが、はいはい、今回に聞いて思ったところですね。そうですよね、まあ、あと今まで多分この軽量化されたモデルっていう文脈ってなかったじゃないですか、うんうん、いよいよですね、軽量化に対するニーズっていうのがこう高まってきてるのかなっていう、アンソロピック社のさっきご紹介したクロードについても、性能とかあとはそのニーズ別にですね、オーパス、ソネット、ハイクみたいな感じで、はいはいはい、松竹梅みたいな感じでこうモデルが出てると思うんですけれども、まあ生成 AI をですね、より手軽に一般的に使いたいっていうニーズ、より僕たちの生活にその生成 AI が溶け込んできてるんだなっていうのをこう感じるようなニュースかなっていうふうに思います。続いてはですね、 Amazon ECS でトラブルシューティングが簡単に行えるよう、停止したタスクのエラーメッセージを強化っていうニュースが出ました。これはですね、個人的に僕嬉しいなって思ったので、出させてもらったニュース。急に急に細かいですね。そうそうです。僕結構この辺苦労していたっていうところがあったので、まあ一見すると確かにこう地味だなって思われるニュースかもしれないんですけれども、まあちょっとそもそもっていうところから解説をさせていただきますと、Amazon ECS 自体はですね、こちらは AWS が提供するコンテナオーケストレーションサービスになります。Docker などでコンテナ化されたアプリケーションの運用とかっていうのがこうしやすくなるような基盤のことを、はい、Amazon ECS って言うんですけれども、
これをですね、実際運用していると何かしらの原因でこうコンテナが突然止まっちゃったとか、あとはですね、その開発とかでいろんな機能を盛り込んだそのコンテナをこういざ ECS の方にデプロイしてみると、なぜかそれがうまく動かないとかっていうのがあったりとかするんですよ。で、その時にシンプルなメッセージだけ、例えば失敗しましただけだと、何が原因でこれって止まっちゃったんだろうなみたいなのを気づきにくいとかっていうのがあったんですよね。で、その辺の失敗しましたみたいなメッセージがよりこう詳しく出るようになりましたよっていうようなアップデートになります。まあ、ちなみにこれまでもですね、ただ失敗しましただけっていうことはなかったんですけれども、まあ、よりその日本語ネイティブな表示に変わったりであったりですとか、詳細なそのエラーのところがこう表示されましたっていうようなアップデートですね。まあ、具体的には例えばなんですけれども、コンテナってECR っていうコンテナレジストリーとかに保存して、それをこう ECS にダウンロードしてくるっていうような動作がよくあったりとかするんですけれども、そこのダウンロードがうまくいきませんであったりですとか、あとはそのコンテナからこうつなげるような何かのサービス、S3 とかクラウドを接続できませんっていうような、もしくはこう間違った名前とかを設定していて見つかりませんとかっていうものが、こう詳細にこう表示されるようになりましたっていうことで、個人的にはですね、これは運用してきた時に欲しかったサービスっていうような感じで、すいません、ピックアップさせてもらったんですけど、大滝さんどうですか、この辺のコメント。いや、僕も分かるというか、はいはい、一瞬苦労した経験はあるので、はい、前は本当になんか当たりをつけてこっちがかなって感じで、そうですよね、探しに行く感じだったんですけども、はいはい、しっかり出すようになってもらえたのがすごいありがたいなと。ありがとうございます。こちらのですね、そのアップデートした、ニュースページの方は概要欄の方に貼っておきますので、でこちらのこのページの方にですね、その進級表みたいな感じで、前までのエラーメッセージはこうでした、それがこう変わりましたっていうのが書いてありますので、ぜひ皆さんこちらも、ご参照いただければというふうに思います。続きまして、こちらが最後のニュースになりますね。 Google のところで OpenAI の、チャット GPT の高度な音声モードに対抗するという形で、ジミニーライブがリリースされましたっていうようなニュースになっております。まあ、こちらは参照させていただいたページ元にあったタイトルをそのまま持ってきたというような形になるんですけれども、ジェミニー自体はですね、こちらは Google が提供している生成 AI のサービスです。冒頭のクロームキャストのニュースでご説明させていただいたところなんですけれども、こちらのそのジェミニーって今まではこうチャット GPT みたいにテキストでのその会話には対応してましたっていうところなんですけれども、まあ、これがいよいよ音声で会話できるようになりましたっていうような、はい、ニュースになります。で、OpenAI の GPT の方ではもともとこれがあったんですけれども、それをこうジェミニーでも頑張って実装しましたっていうようなニュースになります。で、現在のところはですね、これは英語のみの提供にはなるんですけれども、日本語での提供っていうのも間もなく開始される予定というふうな、状況になっております。地理的な制限っていうのは特になくてですね、日本にいらっしゃる方でも言語をですね、英語に切り替えていただければ利用することができます。普通にテキストでコミュニケーション取れていた中でその会話ができるっていうのの、そのまあメリットみたいなところなんですけれども、まあ、結構ですね、その会話ならではの生成 AI の活用ってあると思うんですよね。その辺なので幅が広がったなっていうような印象があります。まあ、例えばなんですけれども、面接の練習をしてみるだったりとか、あとはですね、自分のその思考を整理してみるっていう意味で、101をこう生成 AI と一緒にやってみたりとか、あとは英会話のレッスンを生成 AI に付き合ってもらうとかっていうのがこうできるようになったのが、まさにその会話ならではの生成 AI の活用かなっていうのがありますので、その辺ができるようになったっていうのはいいニュースかなっていうふうに思っております。まあ、なのでですね、タイトルのところにもちょっとこう煽るようなところがあったんですけれども、本当に最近は各社が生成 AI のモデルをどんどん出していて、うちの方が性能いいですであったりですとか、うちにはこんなこう拡張機能がありますみたいな感じでですね、生成 AI の競争激しいなっていうのはこう感じられるようなニュースになりましたので、今回、はい、こちらピックアップをさせていただきました。大滝さん、こちらのニュースいかがでしょうか。あ、そうですね、はいはい、僕も音声はすごい気になるところではあったので、はいはい、あとでもあれですよね、だから音声っていうとやっぱりもうちょっと前に流行ったのアレクサとか、あー、はい、OK Google のやつとかがアレクサの方が生成 AI で今度パワーアップみたいに僕が出てたりとかするので、うんうん、まあ、そういう音声チャットとの関連というところで生成 AI の組み合わせっていうのも今後増えていくんじゃないかな。確かにそうですね。ちなみに利用できる端末が Android からっていうところなので、iOS はもうちょっと先っていうことで、はい、僕は個人的にまだ利用できないんですけれども、使えるようになったらぜひ触ってみたいなと思っているような、サービスになっております。こちらでですね、本日ご紹介したかったニュースは以上となります。久しぶりの収録でしたね。あっという間でしたね。あっという間でしたね。またですね、皆さんに、こういった IT のニュースとかっていうのもお届けできればっていうふうに思っておりますので、ぜひぜひ皆さん引き続きよろしくお願いします。それでは本日の動画は以上とさせていただきたいと思います。大滝さん、本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは皆さん、またいつも動画をご覧くださりありがとうございます。このチャンネルでは引き続き皆さんに有益な IT 情報やクラスメソッドに関する情報をお届けしていければというふうに思っております。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。